ートビズこんにちは天晩将久保田勝で年少、えー、し,しそばを食べて近所の神社に初詣に行って魔除けの矢をもらってきたのはついこの間のような気がするんですけどまあ早いですよねもう1年たとうとしています今年は平年ですから365日なんですけどこれ8760時間52万 5,600分、または3,153万6,000秒という言い方もできるんですけども、えー、どなんかピンとくるような、来ないような感じですよね。で、今年の、あの、今月の12日に発表された今年の漢字というものがありました。ニュースになりましたね。あの、戦の戦う戦という字でした。で、ロシアのウクライナ侵攻、そして円安物価高などの生活防衛、 ではたまた、えー、サッカーワールドカップで見られた熱戦、熱戦の線ですよね、まあ。あの線の一文字、皆さんは何を思い浮かべたでありましょうか。ところで、こちらなんですが、日本気象協会に所属する気象予報士さんのうち110人の予報士さんのアンケートで選ばれた今年の天気を表す漢字というものがあるんです。ではちょっとそれをベスト5ご紹介しましょう。 5位は梅ですと言ってもこれ梅の花の梅というよりも梅雨梅雨の梅の字だと思ってください今年の特に梅雨明けは異例の経過でしたよねえこの梅雨の期間というのはまず速報値として発表されますあのニュースで気象庁は今日近畿と東海で梅雨が明けたと見られると発表しましたと伝えられるようなのがこれ速報値です 気象庁ではその後の天気の経過とか気圧配置を勘案して9月の初めに見直して確定値を発表するんです。で、今年は異例に早く6月に次々と梅雨明けの速報値が発表されて驚かされましたけど、結局その後、えー、梅雨の戻りのような天気があってですね、確定値は7月後半に見直されたり、平年より遅いくらいになりました。 で気象予報士の記憶に残る異例の梅雨の梅の字と言えそうなんです。さて四位は月です。十一月八日、まあ先月ですけれども、各地で見られた皆既月食と月食中の天皇生食。これまあ天気が良かったですからね。皆既月食の最中に惑星が月に隠されるのは西暦千五百八十年以来。 これ天正年間というんですが、なんと織田信長の生きていた時代です。その時に隠されたのは土星でした。で、次は322年後の2344年で隠されるのはやっぱり土星なんですね。松木、そうですね。空を見上げる機会の多い気象予報士さんには印象的な出来事だったので選ばれたんじゃないでしょうか。さて3位は、 国という字ですこれ訓読みすればまあ、送り仮名をつけてひどいとかむごいとも読めるんですがまあ、暑かったり大雨が降ったり過酷な天候の国です今年などはやはり猛暑を超えた酷暑の国の方が浮かびますよね 6月末に、6月のうちに、群馬県の伊勢崎では40度台があったほか、7月1日には関東を中心に4地点で40度を超えるなど、まあ、結果としては先橋になってしまったその梅雨明けの直後に、酷暑が襲いました。2位は、線です。これは気象防災関係の人にとってはドキッとする感じなんですね。なぜならこの線は、発達した積乱雲が列をなす、 線線状降水帯の線だからです気象庁は今年の6月から線状降水帯予測をスタートさせましたで今年ここまではです、ね、線状降水帯情報が13回出されたのに対して実際に発生したのは3回だったんですねでこれはですね当初から気象庁が、まあ、実際に発生するのは、えー、予測を出した4回に1回ぐらいとしているのと大体合致しているんです。 一方で、情報発表なしに線状降水帯が発生したケースが8回ありました。このあたりをどうするかですね。で、現在は全国を11の地方に分割した単位で発表していますが、今後、都道府県やさらに細分化した単位に情報が出せるように検討を進めています。そして1位は、書、やっぱりかなという感じです。熱いの書。まあ、3位の国とも被るところはありますけども、 今年、東京都心で最高気温が35度以上になった猛暑日は16日ありました。これは2010年の13日を上回る過去最多の日数です。なるほど、署です。特に、6月25日から7月3日までの9日連続の猛暑日というのは、これ強烈でした。また、9月にも延べ6日の猛暑日があって、残暑も猛烈強烈だったのが署1位に押し上げた要因だと思います。 まあ私もです、ね、気象予報士の一人としてちょっと感想を言わせていただくとです、ねえー、6月の終わり頃のその夏至を過ぎたばかりの太陽ですからすごく高いんですね、日中、その頭の真上近くからり、えー、照りつけるあの連日の暑さ、まあ、その猛暑日になんかこれいつもと違うぞと思ったのは,のはです、ね、記憶に非常に焼き付いています。さてあの4位に このさっき出ました月がありましたね。これ、まあ天気を表す漢字とはちょっと違うような気がするんですけども、私あの天文ファンですから、個人的には全くオッケーであります。えー、11月8日の回帰月食と天皇聖食、私も望遠鏡を向けました、えー。これはですね、私の自宅の観測所で緑天文台と名付けているんですけども、大きい望遠鏡は鏡の直径が30センチの反射望遠鏡、 その下の方にちょっと見えてますけど、レンズの直径が10センチの屈折望遠鏡を抱き合わせています。まず、皆既月食になるまでですけども、合計10センチの望遠鏡にデジタル一眼レフカメラを取り付けて撮影しました。これは焦点距離740ミリの望遠レンズに相当します。で、左側の月はまだ低い満月に映る竹笹のシルエット。これは遊びです。さて、月食が進んでくると、 地球の影の中の赤みはよく見えてきますね。そのとき露出を調整なしながら撮影するとその影の縁に近いところなんか見えてますけど地球の大気の上層を抜けてきた光,をが光が描く青みがかった色を見ることができるんですね。これはあのトルコイシの色にちなんでですねそして地球の影に深く入った皆既月食中の月です。 地球大気を抜けてきた太陽光線のうち波長の長い赤い光だけが影の中に入り込んで、えー、月面を照らして描き出す色なんです。この赤みは実は海外移ののびに微妙に色が変わります。そして左下にですね、この後月に隠される天王星が見えてきています。 さあ、合径30センチの反射望遠鏡の方にカメラを付け替えました天王星が回帰中の月の縁に入っていく様子を連続で捉えたんですけども焦点距離にすると2960ミリの、えー、望遠に相当します好感度にして1コマ1秒露出回帰中の暗い月もかなり明るく映ってますけども天王星の青みがかった姿も印象的です で天王星は月の縁に入り出して15秒ほどで完全に隠されました。でその天王星が月に隠される直前に20秒の露出をかけて撮影した写真でこれ天王星のそばに4つの天王星の衛星が写っています。衛星たちは13等星14等星という大変暗い衛星で普段は月のそばでは月自体の明るさが邪魔をしてとても写すことはできません。 でも皆既月食で月が暗くなるという偶然が可能にしたこれコラボレーションの写真というわけなんです。さて私の天文台からは隠れておよそ40分後に天王星が再び現れました。でその時には月食の皆既は終わっていて月は、まあ、左側の半分ほどは明るさが戻っています。で天王星が月のまだ暗い側の方から出てきたのできれいに撮影ができました。 この時地球から月までの距離は39万キロメートル天王星までは実に27億9560万キロメートル余り天王星は月の720倍も遠いところにあったと思うとななんか不思議な感じがします。皆既月食中の惑星食には感動しました。 で惑星が月に隠されることは日本ではまあ実は数年に一度はあるんですけども、えー、昼間だったり地平線すれすれだったり、まあ、好条件となると10年に1回あるかないかぐらいなんですねしかもまあ天気に恵まれないこともありますましてや皆既月食中に惑星が隠されて良い条件で日本で見えるというのは、まあ、それこそ奇跡にも等しい幸運な出来事と言えるんですしかもまあ太平洋側中心ですけど天気も良かったですしね で次は2344年7月26日の午後8時頃に関東より西で皆既月食と土星食が同時に起きます。で北日本では月はわずかに土星の下の方を通ってしまって南が恐れてしまって土星食にならないんですね。で23年後の世界の予測が難しい時代ですから322年後の話をするのはまあ 鬼が笑うところではないかなという気もしてしまいます今年も天羅万象にずっとお付き合いいただきましてありがとうございました最後まで見ていただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします